はいどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日ね、ちょっといつもドローンを飛ばしに、練習したりしに来てるところの、近くね、ここも許可取ってやらせてもらったりしてるところなんですけど、そこへちょっと来てます。今日はね、自分の持ってるドローン、ちょっと、桜がね綺麗な時期なんで、ちょっと、飛ばしてね、やってて、でそれと一緒にこれじゃん、ホーリーストーンのね HS175 っていう機種、これ実はね商品提供いただきました。僕も知らなかったんですけど、前にラジコンね、これじゃん、ね、これ自分で買ったんですけど、子供のためにね、買ったっていう感じなんですけど、前ご紹介してましたけど、それとね、多分ホーリーストーンさんが同じメーカーなのかな、多分結局作ってるところは同じだと思うんですよね、おそらくね。でそれで今回このドローンね、ご提供いただいたっていう形になりますね。とりあえずねちょっと中を見ていきたいと思います。はい、とりあえず外箱、こんな感じですね。そんな重要な情報は外箱には載ってないですけど、よいしょ、ちょっと充電のためにね一回開けるのは開けたんですよ。これねちょっと驚きなのが、どっちかというと安価な、ドローンになりますけど、結構ねちゃんとしたケースに入ってて、びっくりしました。充電だけね、しました。でこの機種のね、特徴って、この値段 のまずドローンっていうのは撮影目的で買うものではあんまりないですね、どっちかというとね。やっぱりこう飛ばしてちょっと遊びたいっていうね、人向け、あくまでもおもちゃっていうね、部類の、ドローンの価格帯の分になるんで、映像はね、もし映像を撮りたいっていうんだったらもうちょっとランクの上の、機種をね買った方がいいと思います。あくまで遊びね、その点を考慮まず置いといて、やっぱりねこのクラスの、機種っていうのはやっぱりブンブン飛ばしてさっきも言ったように遊びたいっていうわけですから、バッテリーがねいっぱいついててくれた方がありがたいわけですよ。でそれを考えるとね、これね機体のとこに1個ついてるのと、あと予備バッテリーが、ついてて、なんと3つも、ついてます、バッテリーね。これ結構ねすごいですね、3つついてくれてるってね。だから実際の飛行時間はこんな感じじゃんね、かなり、長時間、こう飛ばしてね、遊べます。で、ちょっとね入ってるものの紹介をしながらちょっとポイントも押さえながら行きたいんですけど、バッテリー3つあっても充電するのがね1つとかだったら、めんどくさい。充電ハブまでは入ってないんですけど、この充電するね、USB のこの機械、が2つついてます。だからとりあえず2個はいっぺんに充電ができるので、効率よく充電はしていきますね。だから飛ばしてる間にちょっとね、充電をしとくなんていうことも、できますし、いいと思います。そんなすぐにはね充電はちょっと完了しないですけど、はい。ちょっとなんかバッテリーから先行っちゃったけど、機体はこんな感じです。ね。こう折りたたむ、形の、ドローンになってまして、ここカメラね。これが後でまた説明しますけど、離陸後にね、動かすことが、できます。真下とか上とかね、上下だけですけど。で、特にジンバル機能はついてないんで、やっぱりちょっとこう、ブレたりとか、そういうのは、もろに来ちゃうんでね、飛行機 この揺れはね。であと室内とかでも飛ばしても安定飛行ができるようにオプティカルセンサーね、がついてます。だから GPS 拾ってなくても一応空間とかの把握をして飛ばせるような機体の、ものになってますね。これ前もだったかなね、赤外線かなこれね、こういう感じのドローンになってます。で SD カードここに入れるとこがあります。このクラスのドローンって SD カード入れるとこなくて、
単にこう iPhone とかスマホの方に飛ばした映像を録画するだけなんていうのも、あるんですけど、これは SD カードついてて、あのここの中入れて機体の中で、ちゃんと録画できる。だからあの電波状況に応じてね、映像が汚くなるなんていうことは一応ないような仕組みになってます、ね、でコントローラーの方なんですけど、これも充電式ですね。これも充電してきました。ここに、充電の、ちなみにここにケーブルも出してませんけど、 USB のね、ケーブルがついてて、これでね、充電をしてあげます、ね、これ電源ボタンね、はい、操縦機で、これさっき言ってたカメラの上下ね、動かしたりするのと、静止画動画の録画ボタンで、あと、Wi-Fi の電波ね、このなんていうの、電波のアンテナかね、と、ここにスマホをね、こうやるやつ、スマホホルダーね。であとあのここら辺、これちょっと僕わからんな、よくこれわからないけど、これはゴーホームですよね、マーク的、ね、説明書ね、ちょっとね、あのそこまで細かくはまだ見れてません。あとついてるのがあのあれですね、バッテリー、あのガードですね、ガード、プロペラガードと、あと予備のプロペラが、2枚ついてますね。まあこれでもあのこのプロペラ自体があの自動展開型のプロペラなんで、プロペラ自体もちょっと柔らかい感じのやつで、だからあの木とかに当たってもそんなにね割れたりすることは多分少ないと思うんですよね、はい、っていう形です。固定のやつじゃなくて自動展開型ね。でこのまま電源入れて飛ばすと勝手にプロペラ開いて、飛行ができるというタイプの分になってます。あとはね、説明書くらいかな、説明書、はい、で日本語の説明書がちゃんとついていますね、はい、注意書きなどなどついてまして、さっきのボタン何か、ワンキーの着陸ね、離着陸でしたね、このマークね。あー、でこれがコンパスリセット、何でしょうコンパスリセット、一応そうなってます。何でしょうねコンパスリセット、はい、あ書いてません、コンパスリセット、あ、まあ初期化みたいな感じですね。あのちょっと不安定になった時に初期化するような感じね。スマホをつないだらスマホの方でもできると思いますしね、ジャイロのリセットとかね、こういうのはこれだから、最初にやっぱり何ていうんですか、ちゃんと水平とかね、この垂直のこう軸をこいつに覚えさせるんですね、ドローンの方にね、はい、そういう風な感じのものに、まあ日本語の説明書はついてるんで、まあ見てもらえばすぐ誰でも飛ばせれると思います。じゃあちょっとねアプリの方の設定をちょっとやっていこうと思います。まあ簡単に今日はね、もう説明をしてやろうと思うんですけど、こういう風な、ちょっと明るすぎて見えないかなね、アプリ、普通にね、なんていうか、ちょっと向きが悪い、これで見える、うん、一応輝度は一番上げてるんですけど見えないですかね。スマホの Wi-Fi の、画面、設定画面の方で設定をします。だからこいつね、機体の方の電源入れてあげないと思います。だから機体とスマホを Wi-Fi で接続する感じになります。で電源長押しね、こう電源ボタンあるんで、あれつかないな、バッテリーはね、ちょっとあ、ついてるわ、あ、ついてる、明るすぎて周りが見えてなかったんですね。
でドローン置いといて、でちょっと Wi-Fi の画面ね出すんで、ちょっと画面見えてないですけど、 Wi-Fi のWi-Fi のやつで、これね Wi-Fi のやつでホーリーストーンなんちゃらかんちゃらっていうのが出てくるんで、それを選択してあげると、僕は一回も選択家でね実験的につなげたんで自動的につながりました。でこの状態にしてさっきの、このね、スマホの画面開くと、まずジャイロのリセットっていうのが出てきます。見えてんのかなこれで、ここに日本語でねもう説明が書いてます。でこのね、ドローンを平行でくるくる回してとかで、でそこうやってもう全部手順がね、出てくるんで、コンパスのリセットねとかね、これを見ながらやっといた方がいいです。これは場所をね飛行場所変えるごとにやっといた方がいいと思います。じゃあちょっと一回それだけねやりますね。ジャイロのリセットから、これはもう平らな場所に置いて、やればいいです。今平らな場所置いてますからね。でコンパスのリセットね、だから水平に回転させてくださいということだから、これを水平にねこうやって回転させます。で何回かこうやってやってるとね、スマホの画面が変わります。今スマホの画面変わりました。次垂直に回してくれってね、言ってますんで、これをこういう風にね、こういう風に、でこれもスマホの画面見てたら、次ねまたね、画面が変わってこういうもう状態になります。こう映像出てるの分かります？ドローンのカメラのね、ちょっと今警告が出てますけどね、はい、おっとっと、うん、こんな感じね、はい。じゃあちょっと準備してね、実際飛ばしてみたいと思います。はい、どうも。とりあえずね箱の上に置きました、そこにね。ちょっと今日飛ばす用の下に引くやつ持ってくの忘れちゃって、で一応コントローラーの電源も入れましたね。こういう状態です。はい、これがカメラかなね、カメラですね。はい、で、Go ホームとかこういうボタンもアプリの中に表示されてます。ちょっとなんか暗くなっちゃった。でカメラ静止画動画ね、切り替えがここにあって、これ写真の中のやつ見るやつですね。で電波状況この辺りに書いてます。あ、 SD 入れるの忘れてた。 SD 入れないと、ちょっと SD 入れますね、さっきね。はい、今 SD カード入れました。じゃあちょっとね飛ばしていきましょう。多分ねこれでいけるのかな、無理か、これでいけるのかな。はい、行きましたね。おお、こんな感じですね。今はねちょっと風が吹いてますけど、そんな強くはないですね。今見えてますかね。 GPS はねあんまり安定良くないですね。今一本出てるかどうか、山の中なんでね、やっぱり。だけどわりかしね、多分下の、オプティカルセンサーで結構自分の位置を保ってくれてるのかな。今僕何もしてませんよ。わりかしねちょっと風が吹いても、自分で頑張ってくれてる感じがします。じゃあ実際ねちょっとこっちを向けて写真を撮ってみましょうかね。写真、じゃあこのボタンで写真撮りますよ。このくらいでいけるかな。ちょっともうちょっと上げないとな。こんなもんでどうか。やっぱりねちょっと期待がなかなか、こんなもんでいいかな。よいしょ、どうでしょうかね。ちゃんと撮れてるかな。よっ。
はいどうも、とりあえず今バッテリー2本くらい飛ばしたんですけど、映像ね、ちょっと入れて、まあ静止画もちょっと入れて、多分、まあ、編集でね、ちゃんと撮れてると思うんですよ。 SD カードの中は確認できてないですけど、一応撮った映像は今見てもらったような感じでした。で、まあ、ちょっと気になったのが、これ今ちょっと画面見えるかな、見えないと思うんだけどな、今これね飛んでない時はねあんまり遅延なくこう動いてくれてるんですけど、実際こう飛ばしてみるとね、やっぱりこのスマホの画面での遅延っていうのが結構あるんですよ。でコントローラーの方はね機敏に操縦の方は反応してくれるんで、飛ばす、まあ普通に飛ばして遊ぶ分には問題ないんですけど、やっぱりこうなんていうかな、撮影とかになってくるとこうやっぱりモニターでねどういう絵を撮れてるのか分かった上で録画ボタンを押したり静止画撮ったりっていう感じになると思うんで、やっぱりね撮影目的ではないですね、やっぱりね飛ばして遊ぶっていう感じだと思います。こうで、あとおまけとしてやっぱりこう映像を撮ったりね、っていう機能がついてるっていう感じですね。で、Go ホームに関しては結構正確に降りてきてくれました。ちょっとね電波が GPS の電波がここあんまりよろしくはないんですけど、ちょっとね瞬間的に良かった突起があって、でそれでねやったらわりかしね正確に帰ってきてくれたんで、それは安心できるかなと思いました、ちょっとね。だから普通に飛ばすっていう上での機能としてはね、まあそこそこ備えてるんじゃないかなと思って、 GPS ないところでもさっき言ったように GPS ねちょっとあんまり状況良くない時でもちゃんとこのオプティカルセンサーとかでこうある程度の位置を保ってくれたりしてたんでね、そういう意味ではいいと思います。あとはちょっと撮れた映像のね、画質がちょっと気になりますけど、まあそこら辺の問題ですかね。だから僕が一番ちょっと気になるなと思ったのはやっぱり遅延問題、ですね。はい。でもまあやっぱりこのくらいの値段の価格帯なんでね、もう僕のイメージとしてはもうスマホつけずにね、こう遊ぶっていう感じの方が用途としては向いてるのかなと思います。なんかね僕もいろいろこのくらいの価格帯のドローン買ってきてますけど、結構ねやっぱ動きがこう風とかちょっと吹くとふわ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 した動きになるっていうか流されてしまうっていうのがあったんですけど、これはねわりかしモーターもそこそこ強いのかな、やっぱりこのクラスにしては結構頑張ってくれました。なんていうかなんていうの動きちゃんと操縦した方にスムーズに自分の意図してそっち行こうとしたところに行ってくれたっていう感じですね。だから練習したりするのにはいいんじゃないですか、はいと思いました。だまあ逆に GPS オフっていうのは機能的にできないと思うんで、僕もちょっと探してみたんですけど多分できないです。だからGPS オフって本当になんていうの、腕を鍛えたいっていう場合はね、もう GPS なしのドローン買った方がいいですね。これは GPS ついてますからね。はい。ということで、あんまり長々言ってもダメなんで、はい。とりあえずこいつのポイントとしては、バッテリーがとりあえず今ついてますけど、3つついてる。ね、3つ。ね。で、あと、まあ、一通りね、もう必要なものは全部ついてます。プロペラガードもついてるし。予備のプロペラもついてますからね、はい、あと必要なものはあれだけ充電器 USB 充電器だけ、ね、でケースもちゃんとしたいいやつついてますから、このやつねなんか見た目もいい、だからもう全部揃ってるね、っていう感じの、ドローンになります。はい、またねドローンネタもちょこちょこ入れてねやっていきたいなと思いますけど、まあ何せコロナのあれでねあんまり僕自身がこうドローン飛ばしてうろうろしたいっていう気持ちになってないのも大きいんですけどね、またちょこちょこは入れてやっていけたいきたいと思います。ちょっと最近バイクネタばっかりですけど、はい、ということで、まあ今日はこの辺でね終わろうと思います。またよろしくお願いします。さようなら。